おい、主様、起きろ。主様。どういうことだ？同じ部屋にいたにもかかわらずなんで？旅館の人がもう片付けしてくれてますね。すごく綺麗です。パパ君たちが試合に向かって時間もありますし、何かしたいのですけどね。一応予備のクレジットカードは渡されましたけど、あの家にあったもの全部捨てちゃいましたからね。サイド服や下着を買い直さないと。となると、すごい荷物の量ですよね。今携帯も解約してますし、ネット通販なら良かったのですが、お外出たい。こんなところじゃ日向ぼっこできないよ。お外に出てー。月夜様、ずっと寝てたのに。うちは夜行性なのー。でも時にはお日様に当たりながら活動したいのー。嫌だよ、知らない土地を歩くなんて、常識だって違うのに。うちがいるから大丈夫ー。だからお外出てー。別接しないで。あの、よければ一緒にお買い物に行きますか。私もちょうど外に出る用事があったので。行きたい行きたい、エテルちゃん、一緒にお外に出ようー。通常の大きさになっていったらいいでしょ。エテルの頭の上だからいいよー。お願いー。だから頭ペシペシしないで、行くから。じゃあじゃあことかちゃん、今からお出かけしよう。はい、今から準備しますので、少し時間を。エテルちゃん、それじゃあホテルの外で遊ぼう。やだよー、私運動嫌いなのに。すごく元気ですね。あれだけ元気ならパパくんと一緒に大会に行けばよかったのに。とりあえず私も準備しましょうかね。行ってー、走れー。嫌だよ、歩くよ。今日もいい天気ですね。対策をしっかりしておかないとすぐに倒れちゃいそうですね。ことかちゃん、行こう行こう。はい、あんまり早く歩けないので、ゆっくり歩いてもらえると助かります。すごいねー、高いねー、どんどん上に上がろうよー。そんなに高くないでしょう。待って、ちょっとこの階段は、きついかも。じゃあ一番上で待ってるねー。おお、エテルー。結局登るのは私なんだね。二人とも元気ですねー。私の拒絶体質が治ったらしいので、いつの日かああやって駆け回ることができる日が来るのですかね。ふう、体力作りも兼ねて頑張らないとですね。エテルエテルー、リーコーリーコーしてー。反対側に人いないと無理だよ。ごめんね、私今疲れちゃって。ゆっくりしてていいよー、エテルが頑張るからー。頑張っても無理なことだってあるんだよ。ふう、少し休憩したらまた出発ですね。エテルちゃん、そろそろ行きますか。うん、でもスティア様のせいで、幼い子だって勘違いされた。ミガドルエデンで大きい砂漠があったけど、ここくらいの砂漠なら楽しいねー。エテルちゃんって体力ありますよね、汗一つないですね。走ってないし、これくらいなら大丈夫じゃない？エテルちゃんはアンドロイドだからねー。暑さや寒さにはかなり強いんだよー。便利ですね。私は立っているだけでたくさん汗が出ちゃいます。人の体は不便だねー。やっと街ですね。遠回りしたせいで結構時間かかっちゃいましたね。スティア様、ここからは喋らない方がいいと思うけど。寝てる？いっぱいはしゃいでいましたからね。疲れちゃったんですね。はしゃいでるだけで何もしてなかったよ。まあ、都合もいいですし、今のうちにお買い物を済ませましょう。へえ、現実世界の下着ってこんな感じなんだ。機能性重視におしゃれ重視、面積が少ないやつもあるけど、こんなので大丈夫なの。そうですね、普通に過ごすのならそれでも問題ないですね。ことかはどんな下着買うの？そうですね、今までは可愛い系重視だったのですが、最近は運動も視野に入れてきたので、機能性重視のスポーツ系も悪くないかなと。ブラもワイヤーがないノンワイヤーブラを選べば動きやすいかなって、サイズがあるかはわかりませんけど。そういえば最近はシームレスパンツとかもあって、履き心地のいいものもあるらしいので、ちょっと気になってますね。そうなんだ、いろいろあるんだね。エテルちゃんたちは普段どのような下着を履いているのですか？スティア様は知らないけど、私はスポーツブラっていうのと似たようなデザインだね。材質はこれよりもっと伸縮性があって頑丈だけど、運動するときは良さそうですね。それでは会計してきますので、待っててもらえると。うん、じゃあちょっとここで眺めてるよ。結構面白いし。変わった服だね。現実世界はこんな服が普通なの。そうですね。夏服の上にヒラヒラっとした服を着ることで大人らしさも出せるという服ですね。私にもう少し身長があればもうかっこいい女性、ってイメージになるのですけどね。へえ、それでどんな服買うの？ふわふわしたデザインの服がいいですね。見た目も涼しそうですし、日焼け止めのレディースグローブを合わせたらなかなかいいんですよ。ふーん、私は動きやすかったら何でもいいけどねー。それじゃあエテルちゃんの服も探してみます。結構似合う服あると思いますし。まあ、暇だし、いいよ。疲れましたねー。外に出たいって言ってた本人は寝てるしねー。
時間は13時ですか。お昼も食べましたし、お買い物したものを郵送にしましたし、あとは帰るだけですよね。主様たちは頑張ってるのかな。そうですね、2回戦になると同士打ちもありましたし、さすがに全員が勝って帰ってくるのは無理ですよね。まあでも、最後に残るのは1人なわけだし、そればかりは仕方ないんじゃないかな。そうですね、エテルちゃんは大会会場に行きたかったですか。別に、興味は特にないし、言われるままだったよ。私は、お留守番にしてもらって、正直ホッとしてます。今の精神状態で店員さんやあの人の顔や声は聞いてられない。空っぽになった、捨ててくる。わかりました、私のはまだ残っていますので。7月入って半月くらいしか経ってないのに、いろいろありましたぜ。むしろこの18年の中で一番いろいろなことが動き出した感じですね。大切な人が亡くなって、親には裏切られ、いきなり義理の姉妹がいたって知らされる。これもある意味パト君がいなかったら一生知ることもできなかったかもしれないんですよね。それどころか、シアーネさんに殺されていた可能性も。体調優れませんか。いきなりお声をおかけして申し訳ありません。どこか表情が暗く感じましたので。わざわざすみません。こんなご時世ですからね。不幸事がいつどこで起きるかわからず、常に誰かが救いを求めている。時にはどうしようもできない救いもある。そんな不幸で溢れ返っているご時世だからこそ、見過ごせませんでした。この人も宗教の人ですかね。いい人そうなのですが、シアーネさんの件があった後ですし、宗教にいい印象は持ちにくいですね。わかっております。宗教の勧誘などしません。そもそも私は宗教の人ではありません。あ、そうなんですか。服装からしててっきりヒスターさんなのかと。ヒスターなのは間違いないですが、自称ヒスターです。実際は孤児院の孤児であり、お手伝いさんです。こちらの方が優しそうでしょう。そうですね、悪い人には見えません。もちろんマルチでもないよ。私みたいなタイプは騙しとか人の不幸で自分の幸せを気づくとか恐れ多くて。疑ってませんよ。塾の勧誘でもないですし、生命保険の勧誘でもないですし、アプリの試験勧誘でもありませんし、他には、もしかして、今までそれらに疑われました。はい、東京は冷たい街です。善意でご相談に乗ろうとしても勧誘と間違われたり、無視されたり、軽くあしらわれたり、むしろ逆に変な勧誘をしてきたり、大変なんですね。そうなんです。なのでできれば初対面同士、お互いを知らない分内輪の悩みもやりやすいと思います。そこの喫茶店でどうです。あれ、この人誰？名前を言っておりませんでしたね。私は、天の絵、奏で、奏でる星と書いて、奏でと言います。よろしくお願いします。私はエテル、ノーミール。エテルって呼んで。私は聞くよみ、ことかです。おことの歌と書いてことかです。よろしくお願いします。エテルさんも一緒に喫茶店でどうでしょう。悩みなどありますか？ないよ。アンドロイドは悩むほど深く考えないし。アンドロイド。とりあえず喫茶店に行きましょう。話はそこでゆっくり話しましょう。よくわからないけど、今度は美味しいジュースが飲みたい。コーヒーは苦いから嫌いだよ。任せてください。私はこの辺りのお店でいいところを知ってますので。では案内よろしくお願いしますね。任せてください。絶対に後悔はさせませんよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。